はい、皆様おはようございます。こんにちは、こんばんは。アークと申します。よろしくお願いします。はい、ということで本日はですね、チャンネル登録者1000人以下でもできる YouTube ライブ配信ということで、簡単にね、できる方法がありましたので、早速ね、そちらを紹介していきたいと思います。はい、ということでですね、まずはじめにこちら、このアプリ、ワイヤーキャスト GO というね、アプリがあるんですけど、これ、無料なんでね、先にこちらをダウンロードしていただいて、始めていきたいと思います。でね、ダウンロードしたら、一番最初のね、初回起動の時には、イネイブルカメラとか、イネイブルマイクロフォンみたいな出ると思うんですけど、それをね、許可していただいて、はい、できました?では早速やっていきましょう。はい、で、アプリ起動しましたら、下に5つアイコンがあると思うんですけど、そちらの一番右の赤色のアイコンをタップしてみてください。はい、そうするとこんな感じのね、画面になると思うんですけど、これ下の方はですね、課金のやつなんで全然触らないんで、上の方ね、サインインってあると思うんですけど、それをね、自分の配信したいチャンネルのアカウントサインインしてみてください。はい、ではね、それはもうちょっとそのまま置いといてもらって、で自分のね、 YouTube スタジオ見てもらったらわかると思うんですけど、これわかりますかね、ライブ配信ってあるでしょ、これ押してもらって、これ前のね、方の配信、クリックしてもらうんですよ。昔のやつじゃないと、なんか多分僕はできなかったです。今のなんかやつだと全然できなくてイライラしてたんですけどね。従来の方であれば。はい。で、あとはね、もうこれで大丈夫。これアプリ戻ってもらって、これ下に引っ張ってもらうと。下に引っ張ってもらうと、ほら、できた!これでね、もう配信バッチリなんですよ。で、これタップしてもらうと配信が始まっちゃう!はい!ってこんな感じです。今みたいにね、なんか下にね、なんか黄緑のね、ウィーンみたいななんか出ますわ、配信されてたら。で、なんかパソコンとね、併用すると、その、ライブ配信してる映像自分でも見れるし、で、チャットも文字見れるから、このやり方やと、iPhone では、文字が見えへん。相手側のチャットは見えへんねんけど、まあ、配信はできる端末になってるっていうね。まあ、こんな感じです。もしね、まだチャンネル登録1000人いってないけど、ライブ配信してみたいって方はね、これもしよかったらやってみたらいかがでしょうか。まあ言うてね、これが合ってるかはわからないんですけど、僕昨日これで一応ね、テストで配信はできたのでね。はい。まあ、他にもいろいろやり方はあると思うんですけど、まあこれが一番簡単そうだったんで、紹介してみました。ということで本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画面白かったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ということで、アークでしたー。